はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフィッシュです。今回お届けしていくゲームは信長の野望創造パワーアップキットですね。長篠の戦いシナリオの続きをプレイしていきたいと思います。前回までの情勢簡単におさらいしておきたいと思います。まず長篠の戦いで、織田徳川連合軍を破った武田勝頼ですが、その後徳川家康を切り従えて上杉、北条、徳川、本願寺と信長包囲網を結成して、現在信長に対して攻勢を仕掛けているという状況です。今回は引き続き信長に対して反攻作戦を展開していきたいと思います。早速始めていきましょう。現在ですね、こちらの方で、犬山城をめぐる戦いと言っていいでしょう。徳川勢と織田勢が戦闘中です。一方ですね、岐阜城、こちらに対して馬場信春の軍団が進行中です。武田勝頼本体はですね、これより徳川を援護しつつ信長の元居城岐阜城に進行していきたいと思います。それでは早速出陣をしていきます。直轄領から兵を出していきますので、順次仕掛けていきたいと思います。こちらは兵力が1900、とりあえず兵は大いに越したことはないので、どんどんと兵を出していきましょう。でもさっき戦闘したばかりなので、あんまり充実した兵力がないというのもありますね。ちょっと目的を犬山城に変えておきますか。岐阜を落とすにはちょっと兵力が足りなそうです。引き上げの指示を出していた部隊は一旦引き上げをさせたいので、この後ですね、さっき岐阜を攻めていた兵が引いた後に再度岐阜に向けて出陣していきたいと思います。出陣するぞ。内政は基本的には清掃命令をこなしていきます。で、不審もしておきたいんですが、労力がなくなってしまったのでこのまま終了しましょう。よし、これでいいですね。そしたら一発ここで名古屋城を陣取っている部隊に対して回線を仕掛けていきましょうか。で、攻撃目標を市場の名古屋城に変えます。お任せください。ちょっと岐阜を攻めるには兵が少なすぎる印象ですね。回線を仕掛けて名古屋城の耐久を一気に落とします。行くぞ。ここは特に何か考える必要はなくて、そのまま力を失いと思いますので、承知いたしました。続きなさい。地域全てを込める。我が魂、我が覚悟。援軍が到着しましたね。続きなさい。そしたらこの藤沢の部隊も対馬州に当てましょう。よし、ここは引きます。ここはもう完全に名古屋城の
城門を破るために回線を仕掛けただけなので、このまま名古屋城を取っちゃいましょう。そしたらこのままですね、耐久の低いところ狙っていきたいとこですが、キオスを取るか小牧山を取るか、兵数が多いのはどっちもあまり変わらないので、やっぱりこの岐阜城を攻めるには兵力が足りないんですね、きっとね。キオスを攻めるにも足りないんで、この犬山城に徳川の援軍として行きましょう。で、兵が戻ってきているかというと、遠江の小山城、掛川城、駿府にもきっとまだ兵は戻ってないんですよね。そんなにね、1200、ちょっと厳しいですね。兵力をだいぶ使ってしまったので、現存してる兵力だけでなんとか戦っていかなきゃいけないですね。戦へ参る。ご命令を報告いたす。報告いたす。お任せください。出陣するぞ。承知いたしました。かしこまりました。ご命令を報告いたします。ちょっと不審関係をやっておきましょう。しばらくサボり気味だったので、この辺りを一気にやらせてくださいね。とりあえず信長と武田のパワーバランスはほぼ互角ぐらいまで拮抗するような状態にまでは持ってきているはずなので、このまま一気に信長のね、出生地である尾張近辺を蹂躙して、一気に美濃あたりまでね取ってしまいたいという目論見ですね。鉄砲も買っときましょう。ありがとうございました。お助けいたします。お任せください。いざ参ろう。小牧山城を攻めて、岐阜城もう一押しというところですけど、そう簡単には取らせてくれない感じですね。本当にもう一押しなんですけどね。ここは貴様らの地獄よ。逃げられませぬ。小牧山城を落とすにはちょっと兵力が足りないか。
ご命令を報告いたす。先月の収支です。そして、この小牧山城の御詰めに金森長近から始め織田の部隊が接近してますね。滝川一正2600を迎え撃つだけの兵力がちょっとないですね。となると一旦兵を引くしかないか。騎乗する。岐阜城も惜しかったですね。岐阜城が落とせなかったか。行商を始めます。先月の収支です。東東海から部隊が出せるかどうかというところですね。1300の部隊、これをですね岐阜攻めに出したいので、岩村城に集結させましょう。一旦兵を。いざ参ろう。今回は山形正景も出します。戦場へ参る。岩村城に部隊を集結させて岐阜城攻めに本格的に取り掛かりましょう。出陣するぞ。かかれ。戦場へ参る。いざ参る。表情を始めましょう。先月の終始です。止まれ。出陣する。止まれ。徳川勢が敵将捕獲しました。表情を始めましょう。先月の終始です。犬山城を落とした後小牧山城も落としましたね。こちら小牧山城が徳川に変わっています。となると清洲城は抑えておきたいな。徳川に取られる前に岐阜城は馬場信春の軍団が制圧してくれてますんで、このまま勝頼直轄軍団は信長出征の地清洲城へと向かいます。この清洲を抑えれば京への道が開けますからね。お任せください。安土城も目と鼻の先というところ。安土城がこちらですね。大天守がありますけど、この安土城、この安土城をも切り従えたいというところです。さあというわけでまずは清洲ですね。止まれ。出陣します。敵を追い詰めます。お助けいたします。行商を始めましょう。報告いたします。そしたらですね、東の方に
攻め込ませている川原の部隊ですね。こっちの方が何をしているのかというと、最近目立った動きもないみたいなので、攻略目標としてこの佐竹を潰してもらいましょう。で、さっき不審できなかったところに対しては不審もしていきます。この不審も推奨みたいなやつがあって、勝手にやってくれるとすごく楽なんですけどね。これで労力がなくなりましたので進めていきましょう。ここで敵の部隊さっさなりまさせん。あとは黒人衆が、清洲城の救援に来てますので、回線を仕掛けて一気に清洲城の耐久を減らします。攻撃を打ってきました。全てを止める。いきます。この戦必ず勝ちます。そしたら敵の突撃をかわすためにちょっと横にずれましょう。いきます。これで清洲城の耐久も一気に1000減らせますね。出陣するぞ。前田利家2400か。これも回線で撃破できなくはないけど、どうかなというところですね。山形正影の部隊が来るまではちょっと回線は控えた方が良さそうですね。また正影の部隊はこれはもう到着してるのかな。行くぞ。到着してますね。なので前田利家に当てましょうか。ちなみに僕は利家かなり好きな武将なんですけどね。ここは心を鬼にして、打ち払いましょう。そしてこれは佐久間のります。これ猛将として知られてた武将ですかね。静ヶ岳の戦いで負けた、秀吉に負けた武将だと思いますけど。かかれ、我に続け。かかれ。決めます。退却せよ。我らの意地見せるは今ぞ。これで利家を攻撃しましょう。槍の的だ。強力だな、やっぱり。
ただ兵力のものを言わせて一気に撃滅して、敵を追い詰めます。加勢いたします。キオスの耐久も下げました。で、徳川連合が先月の収支です。報告いたします。ごめんなさい、反織田連合が潰れてしまったというか、まあ年数を経過して終わってしまったので、ここでもう一度連合を結んでおきたいと思います。名手は勝頼、そして誘う勢力は、まあ、前と同じになりますかね。ただ今回こそ信長の息の根を止めておきたい、そういう思いですね。これで一気に制圧したいんですが、今信長の方が拠点が24、総兵力6万2000ですね。で、武田の方が拠点31、兵数が6万2000、まあ、ほぼ拮抗してますね。ただ武将の数が段違いですね、やっぱり。なのでやっぱり織田を飲み込んでしまわないと、この後深刻な武将不足に悩むことになると思うので、この勢いのまま一気に織田領へと進攻していきましょう。予備兵力はほとんどない状態と言っていいんですかね。予備兵力と呼べるようなものがあれば前線に投入していきます。今回は勝頼本体も出しましょう。これで長島城を吸収します。始めましょう。報告いたします。思ったように織田の領地を侵食できていないというところありますからね。そしたらですね、長島城に来ている部隊を清須城に差し向けましょう。お、前田刑事だ。前田刑事が援軍できてますね。その数1000かな。清洲城の囲いを崩されたくないので、前田刑事を街道で迎え撃ちましょう。表情を始めましょう。報告いたします。こちらが前田刑事ですね。1500か。1800。まあ普通にやれば勝てそうなもんですけど、刑事がどれぐらい強いかですね。よし、キオスを取ったので。敵将お化けした。
長島城に全兵力をぶつけます。したら敵の兵力がそこそこありますけど、勝頼本体もいることなので再び回戦を仕掛けます。長島城の耐久を一気に下げるというのが狙い。行くぞ。これは格好撃破でいいかな。おそらく勝頼の本体がそのうち合流してくれると思うので、それまではカッコに撃破しましょう。槍の又座だ。ただなんとか又左衛門を退けたので、これで強撃できるでしょ。こっちは数で一気に押し切れます。何、敵の援軍か。敵の援軍が先に来たか。味方の援軍が来るまではちょっと一旦兵を引きましょう。お任せください。かかれ。敵は全てを込める。ここが勝負だ。ここは長島城の戦いで負けてしまったか。ちょっと勝頼の援軍が遅かった。勝頼4000の軍でここはもう一気にねじ伏せましょう。このまま長島城を抑えきれればいいんですか。逃げられはせぬ。お助けいたします。お命令ください。報告いたします。報告いたします。名古屋城はかなり兵力が豊富にいるので、ここに部隊というか武将を配置したいんですけど、優秀な武将があまりいないな。もね、
やっておきたいと思います。これで労力がなくなったので鉄砲を買って、あ、家宝が買える、家宝を買っときましょう。何なりとお申し付けよ。で鉄砲も買っときます。これでいいでしょう。そしたら長島城の救援に筒井が来たが1700、まあ、勝てない数ではないですけど、どうしようかな。まあ、このまま戦ってるよりも開戦をして再び長島城の城門を破壊した方が得策だと思うので、開戦しましょう。進め。これで決める。続け。いきます。この攻め見切れまい。かかれ。どうした、おじけついたか。これでまた城門を破壊しましょう。817まで減らせるか。よし、一生おまくした。何、真田正幸が寝返ったか。なんてことだ。正幸め、まさか織田に寝返るとはこのタイミングで。となるとなおのことを早々に織田の領地をもっともっと侵攻していかないといけないですね。大垣城を攻めるにはちょっと数が足りないか。表彰を始めましょう。先月の終始です。今取った長島城に誰か人を入れなきゃいけないので、どうしようかな。天野くんを入れましょう。ちょっとね、武将の質がかなり良くない感じにはなってきてますけど、しょうがないですね。で、ここに来てちょっと兵力が乏しくなってきたので、軍議を開いて本願寺に織田領への侵攻をお願いします。出陣しよう。これでいいですね。で徳川には鳥羽城を攻めてもらいましょう。これで兵を多少なりとも分散してもらいます。で我々は大垣城攻めに入ります。出陣します。出陣する。我が戦お見せしましょう。加勢しよう。
手柄を立てるぞ。ここは貴様らの地獄よ。お命令ください。報告いたします。報告いたします。ババノブハレの軍団に大垣城の支援をさせましょう。我が戦お見せしましょう。取り囲め。いざ参ろう。お命令ください。報告いたします。敵将を捕獲した。出陣する。出陣します。このまま一気に大垣城を取ってしまいたい。戦場へ参る。出陣します。我に打てぬ敵なし。お助けいたします。ちょっと足りなくなってきてると言ってますね。なんとかこのままの勢いで。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。取ってしまいたいんですが、どうかな。拡張できるようになってる。そしたら寸部を拡張して、名古屋城も修復させましょう。で、建設に関して言うとやっておきたいんですけど、この駿府を要塞化しましょう。よし、これでいいですね。お味方が討ち死にしました。加勢しよう。落とせないか。ご命令ください。報告いたします。なんとかあの大垣城はもうここまで来たら落としておきたいとこなんですけどね。よし、とか大垣城として。そしたらこの後ですね、一旦軍団を再編成したいと思うんですが、それはちょっと後にして、まずは表情まで進めましょう。そしたら軍団を一旦再編成させてください。ちょっとね、だいぶ領地が増えてきましたので、軍団を再編成します。一旦整理するために全て解散します。で、新たに軍団を新設します。まず対織田の最前線となる部隊、山形正景に任せます。で、さらに軍団を
この東海地方一円に関しては、勝頼の直轄にしたいと思ってますんで、それ以外のところっていうことになりますね。このあたりでいいですかね。ここを誰に任せるかというとこですけど、どうしようかな。秋山ですね。これでいいでしょう。で、各攻略目標を決めておきます。山形正影はもちろん織田ですね。狙うは安土で、秋山の部隊はというと佐竹を引き続き狙ってもらいます。で、大名直轄の部隊に関して言うと、あ、ここがあぶれちゃってんだな。そしたらここは軍団の中に組み込みましょう。ああ、そういうことか。そしたら本拠地をちょっと変えますか。本拠を変えてこれでいいですね。で、この2つの城だけ溢れちゃってるんで、ここにまあちょっとあんまり意味はないんですが、軍団を作っておきますか。で、この軍団にはシエンをさせることもできませんと。まあじゃあいいでしょう。あ、違うね、編成の問題ですね。で、山形正影の部隊を支援させます。これでいいですね。というわけで、長らくお待たせしました。ここで引き続き敵の部隊に攻勢を仕掛けていきます。次の狙う城は沢山城を狙いましょう。長浜よりも沢山の方が落としやすそうですからね。遠江から沢山に大遠征部隊を派遣します。この沢山城を取れれば、いよいよ安土城に手がかかるというところまで来ますからね。大軍に物を言わせて沢山城を狙いましょう。武田勝頼はちょっと兵力が足りないな。今回は温存します。そして馬場信春を代わりに出陣させましょう。で、進行の指示で山形正影の部隊に沢山城を攻めさせましょう。
出陣する。出陣します。出陣します。そしたらこの沢山城に人が溢れてしまっている感じがあるので、直轄部隊は長浜に攻撃目標を変更します。かしこまりました。で、沢山城の攻略が思うように進まないようであれば、長浜城に差し向けてた部隊を沢山城に派遣します。敵が我が領内に向かっております。織田の部隊が迫ってきているという情報です。お命令ください。これは報告いたします。援軍の要請をしましょう。長島城を今落とされるわけにはいきませんからね。福島正則か。出陣する。出陣します。出陣する。出陣するぞ。困りましたね。ここが貴様らの地獄よ。敵将捕らえたり。出陣するぞ。お味方が捕らえられました。お助けいたします。敵が我が領内に向かっております。ここは兵力不足だな。始めましょう。報告いたします。東への侵攻作戦も頓挫してしまっているか。佐竹を攻めたいんですが、そうはなかなかいかないか。まあ、あえて信長方面ではなくて佐竹方面を進攻するために東に一部の兵力を割きます、まあ、これが京都出るか吉と出るかわからないですけどね。我が策、戦場を制す。攻め込め。
まりました。お任せください。戻るぞ。その通りにいたします。我が戦お見せしましょう。待機せよ待機せよ。表情を始めましょう。報告いたします。その通りにいたします。戦へ参る。皆の者よし、長浜城が落ちた。します。加勢します。これは大きいですよ。敵将長浜城を落としたら、今度はこの清水山城にそのままなだれ込みましょう。承知いたしました。この清水山城を取ると琵琶湖の半分を抑えたことになるので、かなりでかいですね。承知いたしました。かしこまりました。出陣します。お命令ください。報告いたします。報告いたします。そしたらこの佐竹の城を攻められるかどうかというとこですけど、続け。ちょっと無謀だな。やめときましょう。ちょっと厳しいですね。となるとやっぱり織田の城になるんですよね。いたします。先月の終始です。このまま沢山城は何としても取ってしまいたい。出陣する。出陣するぞ。表情を始めましょう。報告いたします。よし、敵将捕獲した。敵将仕留めたり。ここが貴様らの地獄よ。敵将捕獲した。なるほど。今東側では佐竹と戦闘中ですね。
で、こちらはというと、このまま沢山城を落とせる勢いですから、沢山城を落とした後にどうするかというところですが、どうしようかな。金ヶ崎城はこのまま行くと上杉の部隊が殲滅してくれそうですね。となると信長はこの安土にいると思われるんですが、正幸が敵に見事に寝返ってるな。二条五所を一気に狙いましょう。ちょっとね、五所はお待たせください。まだ取れないとは思うんですが、騎乗する、いや五所はちょっと難しいな。戻ります。このまま待機させましょう。我らに勝てると思っているのか。敵将、捕らえた。出陣します。戦場へ参る。敵将、捕らえたり。出陣する。戦場へ参る。我が戦お見せしましょう。お命令ください。報告いたします。先月の終始です。そしたら次の標的を亀山城にしましょう。このままこの兵力があれば亀山城は落とせるでしょう。その通りにいたします。かしこまりました。で、かしこまりました。乙葉城であってるのかな。ここも山形正景の部隊が助け立ちします。出陣します。落としてくれれば。ここは貴様らの地獄よ。包囲します。お助けいたします。止まれ。表情を始めましょう。報告いたします。我らに撃てぬ敵はありません。出陣するぞ。敵将、捕らえたり。我が策、お見せしましょう。さあ、もうちょっとだけ先に進めさせてくださいね。表情を始めましょう。勝頼の部隊を一気に最前線の続け亀山城を越えて進軍させます。お任せください。そして安土を孤立させるという作戦です。敵将、捕らえたり。出陣するぞ。ここが貴様らの地獄よ。いざ戦場へ。出陣するぞ。敵将、捕獲しました。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。待機せよ。敵様へ参る。我が軍略お見せしよう。はい、というわけで、お命令ください。報告いたします。今回はですね、いたします。岐阜城を取ったり織田の領地をだいぶ侵攻してきたんですが、依然安土城健在というところで、次回はですね、この安土城攻めを行っていきたいと思いますが、今回は長くなってしまったのでここで一旦終わりたいと思います。次回もぜひぜひ、お楽しみにしていただければと思います。